こんにちは、脱力系マクラビチャンネルのやっちゃんです。今日はですね、豆腐クリームチーズというのを作りたいと思います。クリームチーズってこうケーキに使ったり、あのディップに使ったり、いろんな用途があってとっても便利ですよね。濃厚で美味しいし、それを豆腐でちょっとアレンジして作ってみよう。カロリーもね、半分以下に抑えられてて、すごくあっさりしてるので、覚えておくといろんなシーンで使えて便利だと思います。それでは行ってみよう。材料はですね、木綿豆腐、そして練りごま、レモン汁、そして味噌になります。お豆腐はですね、豆腐臭さをなくすためにお湯で茹でてあります。そしたら、ペーパータオルでくるんで、このぐらい重たい重しをしてギュッと、1時間ぐらい水切りをしてください。はい、こちらで約1時間半ね、水切りをした状態です。半分ぐらいにね、小さくなってます。これをですね、ブレンダーにかけていきたいと思います。白味噌ですね、白味噌と練りごまですね、これを加えていきます。そしてブレンダーにかけていきます。少し混ざりましたら、ここにレモン汁を加えて混ぜて、ブレンダーにかけていきます。完成しました。今日はちょっとヨーグルト、固めのヨーグルトぐらいの硬さに出来上がりました。これをケーキにしたり、いろんな料理に使ってみてくださいね。とっても簡単なので作ってみてください。じゃあねー。最後までご覧いただいてありがとうございます。番組が気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。